立東トレーーニンングセンターに所属する長教師で元手1974年に中村武志旧社所属として騎手デビュー。競泳来人に騎乗し、初騎乗で初勝利を挙げる。1979年の大花賞を師匠の管理場であるホースメンテスコで制して G1 初勝利を挙げた。1981年に 工藤義明九社に移り、1982年に騎手を引退し、杉村和馬九社の上京助手に転身した。騎手成績は1183、1137章であった。その後、田中光太郎九社、坂口正則九社と移り、1994年に上京師免許を取得し、九社を開業。初出走は同年11月26日。 京都競馬第一競争の大和タイトルで3着。初勝利は、同年12月25日、阪神競馬第二競争の大和タイトルで、延べ10頭目であった。1996年のデイリーハイ3歳ステークスを、シーキングザパールで制して、重賞初勝利を挙げた。同馬は、翌年の新山記念も勝ったが、ローテーションなどで馬主と対立し、森秀幸厩舎へ。 天馬屋となった。2003年のジャパンカップをタップダンスシティで制し G1 発勝利を挙げると続くようにコスモサンビームが朝日杯フューチュリティステークスを勝利した。以降は順調に勝利数を伸ばし立党の有力球者の一つに数えられるようになった。レース前のインタビュー等で強気なコメントをすることが多く見られる。佐藤鉄造を主戦騎手として 佐々木急舎の馬に起乗させるケースが多かった。ちなみに、佐藤は佐々木に対する尊敬と親しみを込めて、明ちゃん先生と呼んでいる。それ以外では、田中勝則や中村正幸が多く起用される、傾向がある。以前は、竹豊の起用は少なかったが、増加傾向にある。2013年、絆で、東京優秀を制し、ダービートレーナーとなる。カッコ内は、 当該場の優勝重賞競争、太地は g i 級競争。ありがとうございます。